ね、まあ、カウンセリングとかをね受けていただくと、こういうね個人的なことっていうのをどん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 早く得ることができますから、まあ、早く結果を得たいとかいう方はカウンセリングね一番おすすめなんですね。まあ、カウンセリングと言いますとね、一般的な心理学でいうカウンセリングってものすごく期間長いんですね。一つのものを治すのにやはり1年以上かかる、それも1ヶ月に2回は行かないといけないとかね、そういうイメージ持ってらっしゃる方は多いと思うんですけれども、フラクタル心理学は全然ねそんなに時間かからないし、でまあカウンセリングにね、まあもちろんそのカウンセラーの実力にもよりますが、まあ3回から5回で、すごくねベテランのカウンセラーになりますと1回で済むんですね。あとはそれをね録音しといていただいて、自分がやるべきこと、まあ、修正文を読むっていうのがほとんどメインなんですけれども、それをご自分で毎晩やるとかね、まあ、本当に短い時間でいいんです。例えば寝る前に10分ですとか、そういうのやってくださいねってカウンセラーに言われますから、それをやることによって本当に現在、例えばとてもお父さんとね仲悪いですっていうのが1ヶ月ぐらいでね良くなったりとかすることは、これはもうよくあることです。あるいはお子さんがね学校に行かないで悩んでるお母さんとか、そういう方ももう1ヶ月ぐらいその修正文を読むということをずっとやった、それだけでね治るっていうこともね本当によく生じていることですので、まあこれはね信頼していただければと思うんですね。でまあ個人的なことはこういう感じでカウンセリングに来ていただければ、その内容によって何回か違いますが、結構早く皆さんが思ってらっしゃるよりもかなり早く良くなると思います。